はい、皆さんこんにちは。坂木敦史でございます。11時ですね。8月は15日の火曜日でございまして、世間はお盆なんですが、動いてますね、金融系は。はい、ですね、日経平均はですね、280プラスというところですね。ドル円145いってます。これ当局の介入あるんでしょうかね。香港ハンセン今日も少し下がれ気味ですね。112マイナスということで、原油ね、 82.65 と、まあ、高止まりの気配ですね。金が南朝1937、金安い、ドル高い、円安いとは思ってますね。ウォンも安いはずですが、やっぱちょっと安いですね。1336、今日のですね、出足はですね、どっから来てんやろ、この辺かな、1335あたりですね。小忙しいですね、いつもの通り。最近なんかあれですね、お休みが少なくなりましたね。夜の部のお休みが大体あったんですけど、最近ないですね。はい、さて、ですね、ですね、本題はですね、これですね、産経新聞、今朝紙で読みましたけども、これは昨日の19時22分ですね。中国の信託大手、中油国際信託支払い遅延、金融不安低下懸念ということで、香港メディアは14日、中国の信託大手、中油国際信託の顧客企業の一部が、期限を迎えた信託商品の支払いが滞っていることを明らかにしたと報じた。中国では不動産市場低迷などの影響で金融部門が不安定化することが懸念されており、市場関係者が警戒を強めている。香港市民報によると、上海証券取引所に上場する少なくとも3社が投資していた中油国際信託の信託商品が期日までに返済されなかったことを開示した。このうち湖南金白炭素ですか、については、中油国際信託の信託商品に投資した6000万元約12億円に関連するものだというと。湖南金白炭素は開示文書で、財務状況は健全であり、正常な企業運営や日常的な資金需要に影響をしないと説明している。ほんだらちゃんと払えよという世界ですね。でですね、これですね、あれですね、どう言いましょうかね、この関連のあれでですね、さらに、この記事でですね、みんながですね、こう抗議に押しかけようとしたらですね、警官があらかじめやってきて、いかん方がいいぞというふうに言うたというようなですね、記事も内容もありました。つまりですね、当局は必死にですね、抑え込みに入っているということですね。金融不安と、今まではですね、不動産がですね、引き渡されないという不安だったんですけど、この後ですね、これが金融に広がりつつあります。まあ、すでにいくつかのですね、地方銀行はですね、パリにしたみたいでございまして、取り付け騒ぎが起こったというふうに伝えられていますけど、これが全国に広がったらですね、パニクるわけですよ。ただ中国というのはですね、便利なことに共産党の専制独裁ですからですね、当局に不都合なニュースはですね、一切抑え込めるわけですね。ただ庶民はですね、それぞれ SNS で暗号なんかを使いながらですね、連絡を取り合ってですね、あそこやばいで、ここやばいでというふうな情報をですね、行き交わしているというような感じでございまして、この先ね、こういう話いっぱい出てくると思うんですよ。で、健全なね、金融機関みたいな、そのほとんどないんちゃうかなというふうに、私から見ると見えてしまいますね、そういうふうに。だから、そこら中でね、取り付け騒ぎみたいなことが起こったらね、ものすごい大パニックに陥るんちゃうかなという気がします。
そんなんね、あの日本の日ではないなと。日本は1997、8年頃がですね、金融パニックでしたね。あの取り付け騒ぎが起こってですね、傷信用組合とかはですね、日銀からですね、何十億円もの現金をですね運び込んでですね、あのあれですね、預金者の引き出しに当たったというようなことがありました。あの結局なんと言いますかね、パニックが起こるとね、誰もね止められないんですよ。まあ、中国の場合はね、情報抑制するっていうのはできますけど、情報抑制したところでね、あの SNS を全部閉鎖するわけにいかんわけでしょ。ウェイボーとかあるわけでしょ、向こうにも。でそのものズバリでなくってね、あの隠語とかを使いながらやっていくとですね、あの広がりは止められないのではないかなという気はしますね。まあ、だからこれは単なるですね、ただの始まりに過ぎないと思うんですよ。この後あっちゃこっちゃあっちゃこっちゃあっちゃこっちゃですね、どんどこどんどこね起こると思います。でそれをどうするのかなということですね。あっちでもこっちでも取り付け騒ぎが起こったらね、もうどうしようもないですよ。いやそれこそ現代の暴動みたいなもんですね。中国という国は昔食えなくなった農民が暴動を起こしてですね、それで王朝が変わったという、それの繰り返しだったんですね。もう今は食えなくなったということはないんですけども、その代わりにですね、あの預金が引き出せなくなった庶民がですね、怒り狂ってですね、あの街に出て暴れ出すみたいなことがですね、起こっても不思議はないですよね。その大混乱のうちに共産党政権が崩壊するとかですね、まあありえなくもないですね。みんなやっぱお金のことは大事ですから、中国人にとってお金ってのはもう本当にもう命と同じぐらい大事なもんなんですよ。だからそれがね、虎の子の自分たちのお金がですね消えてしまうってのはもうとんでもないことですよね。だから、まあ、当局はですね、何が何でもこう抑え込もうとあらゆる手を使うでしょうね。あらゆる手を使う、それがどうなるのかというのがですね、まあ、よう分かりませんけども、まあ、とりあえずこれはですね、共産党の中国始まって以来の大きな危機ではないかなと。ある意味ではですね、あの文化大革命とかね、大躍進運動とか過去にいっぱいありましたけど、まあ、それよかですね、深刻といえば深刻なんですね。お金ですからね。あの食えなくなったのはね、抑え込めるんですよね、なんだかみんな弱ってますから。でもね、自分で貯め込んだ財産あるいは儲けたお金が消えるというのはですね、あの昔では考えられなかったことですけど、今ならあり得るわけですね。なんでですね、これはいやどうなんていうか、意外にですね、中国共産党の支配が崩れるですね、一つのきっかけになり得るんではないかなと思いますね。で今はこれ投資信託でしょ。ね、中国ってね、こんなわけのわからんね金融商品いっぱいあるんですよ。ね、中国人ってね、倫理悟りでしょ。だからこういうの大好きなんですよ。ギャンブル大好きなんですよ。俺ってこれ見たらギャンブルじゃないもんなんですけど、多分 7% とか 8% で回るような信託商品やったと思うんですね。でこういうのをどう言いますかね、こういろんなのがあってですね、民間企業からですね、地方政府からですね、地方政府の外郭団体みたいなところが出しまくってるんですよ、金利をつけて。でそれが実はね、次から次へとね、パリン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 してるんですよ、実は。ただね、報道されてるのはほんの一部であってですね、ほとんどですね、僕らの知らないところで実は相当のこのパリンパリンというかデフォルトみたいなのが起きてるんちゃうんかなと私は思いますけどね。だからもしかしたらこれ急激にですね、中国社会は不安定化する可能性がありますけどね。まあ、なんせ一党独裁でですね、言論統制があって報道統制があるんでですね、本当のところはですね、どの程度までですね、パニックが広がっているのかっていうのはね、分かりません。はい、分からないけども何か起こっているということは確実でしょうね。僕らが知るということ自体がね、かなりね、かなり漏れているということなんですよ。はい、ということでこの産経新聞の今読みましたアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。